はい、こんにちは、こちらがですね2001年製ですか。2001年のギブソンレスポールです。すごくトラメンが美しいんですが、これラッカーですよね。ラッカーがですね、もう全面にわたってクラックが入ってまして、もうね木の匂いがします。変態だ、変態。でね、すごく軽いです。びっくりするぐらい軽いです。なんでこんなに軽いのかなって。かといって、なんつったら安っぽいスカスカ感があるわけではない。腰に優しい。腰に優しい。はい、オーナーがちょっと腰をやっちゃって、腰の都合で、重いギター弾けないそうで、いや、これがエースギターですか？そうだね。そうですか。これ、ピックアップは何がついてるんですか？それがね、フロントがね、フロントがヴィンテージマニアックスのヒステリック PAF ってやつかな。ほほほほほ。リアがベアナクルマン、ミラクルマン。あんまりヘッドが鳴る感じじゃないですね。うん。なんかね。うん。ボディが鳴ってる感じ。軽いからもう。ねえ。なんかネックで鳴らしてる感じ。でリアの方がリアの方が。綺麗にクラックっていう言い方が正しいのかどうなのかわかんないけど、本当に綺麗にね、ボロボロや、葉っぱのね、ボロボロじゃないよ、葉っぱのこう、葉っぱにこう導管とね、お水、導管っていうんです、お水がね、行くときにこう通る道みたいな、血管みたいなのがね、ずーっと張り巡らされてて、いい感じでこう木がなりますね。で、これはだって作られたのが2001年の。いや、わざとそういうのをやってるみたい。いや、わざとって言ってもこうできるんだ、うん、熱して冷ましてみたいな。いや、わかんないっす。でもそれしかちょっと思いつかないな。カッターで入れるとか。こんなのカッターでは無理じゃないですか。冷却スプレーかけちゃうとか。いや、だから冷凍して、で解凍して冷凍して解凍してちょっとよくわかんないです。もうそんな感じがちょっと知ったりして、そこまで詳しくないです。うわー、これでもね、ぶつけても気になる。ああ、まあ確かにね。そういえばね、先日ね、ギター落としそうになって、思わず足こうピッて痛んですよ。こう血まめできました。バカじゃん。結構痛かった。重いからね、はい、それだったら大丈夫だよ。3キロ、4キロないからね。あ、そう。レスポール重いなと思ってたんだけど、ごめんなさい、最近慣れてきちゃって、軽く感じますね、これね。太いですね、これね。慣れた。これはいいですね。接着のところもしっかりしてますね。うん。あ、でもちょっと今1個気づいちゃった。これね、接着の方法がそっちの
2021年生20年生と違うね。基本的にこっちはロングテノンじゃないので、そっちはここまで入ってるね。あー、なるほどね。ここまで。あー、今日初めて気がついた。それは技術の進歩なんじゃないですか。よくわかんないですけど、それでこっちなんだ。ちょっとね、僕ちょっと僕が弾くとなかなか長期にこれ上げにくいんですけど、上げちゃんには低いね。うん、低くってちょっと難しいんですけど、この状態にしてはほらフレットなんかすごいもうピカピカで綺麗ですし、あと指板がやっぱりねすごく安定してますね。削れてるでもね。このなんとも茶黒いようなこの感じがねいいですね。これね。ちょっとすり合わせしてやんなきゃなんで。これ普段あのレモンオイルとか使ってます？うん、ね。使ってないの？うん。一回最初はあのサラダ油じゃねえや。オリーブオイル。で拭いてやって。オリーブオイル用意しましたよ。バター、フレッターとバター。フレッターとバター。あのフレット磨き。あ、フレット磨くやつね。あのここつけても大丈夫。おお。一回やって何もしてないさ。え、大丈夫。フレットにつけても大丈夫なんですか。フレット磨きなんですよ。そういうのがあるんですよ。はいはいはい。詳しくはアマゾン。詳しくアマゾンで。拭くとピカピカになるんですよ。それはね、フレット芝についちゃっても大丈夫なんですか。大丈夫。大丈夫。これね、僕ね結構最近これ使ってるんですけど、これじゃねえや、あれどっか行っちゃった。そう、あの管楽器をねこうちぎって、こういう管楽器のゴシゴシして綺麗にするやつなんですけど、あれでフレット磨くと指板についちゃって指板が大変なことになっちゃって、それでマスキングするようにしたんですよ。フレットバター、アマゾンで売ってます。アマゾンで、アマゾンで、こっちビャーって拭いてカカカッ、めっちゃ綺麗、楽ちん。これは綺麗。ギターって感じですね。ザ・ギター、ギター、ギターって感じです下がちょっとまだ擦り合わせできてない。ちょっと触れて当たっちゃうんですよ。 あ、言ってる意味分かった。ここら辺のここのカットね、ここに手が入れやすくなるわけですね。いや、あのね、ここは変わんないですよ。ここじゃないの、うん、もうこのライン、え、の角のライン、こっち側、うん、が嫌な。今ね、こっちの方がでもここら辺が手入れやすいけど、変わんないよ。変わんない気分ないよ。ここら辺に手が入れやすいような気がします。気分せん変わんねえか。え、ちょっと待って、違わない？同じだよ。え、ちょっと待って、このなんて、このカッチがいいんだな。このカッチが、カッチがいいんだな。音出ない、あれ、あれ、ボリューム違うよ、やっぱりそっちの方が薄いかもしれない。大したね、大したね。あ、そうだね、うん、硬いね、そっちの。まあまあ、まだ若いですね、うん、確かにネックがね、こうこっちの優しい、うん、優しいのと、あと確かに塗料がこうネバネバしてくる感じちょっと分かりますよね、うんうん、これまめにこうふきふきしてあげて、うん、ちょっとサラサラするまで。いや、面倒見ずっとそうなる、それは。あ、ずっとこういうもんなの。なっちゃう。ああ、拭いても平和なっちゃう。そっか、なんか我々の手から出てはいけないものが出てるのに。ああ、出てはいけないものがね。落下を溶かす何かが。そうなんだよね。なんだろうね、あれ。なんか、いや、
ほら、レスポールジュニアがね、もうこの辺あの塗装剥げてるでしょ。で、あれをオレンジオイルとかをね塗りすぎちゃったからそうなってるのかなと思ったのね。違うんだよね。ラッカー、なんかラッカーを溶かす何かが出てんだよね。人間のあれかもしれない、うん、俺だけなのかなと思ったらそうでもないみたいで、まあそれしょうがないです。もう掃除するしかないです。拭くしかないですね、うん、もしくは引かない。いやいやいや、引かないわけにいかない。もしくはポリで塗り直す。嫌だ。なんかすごくこうやっぱりそっちのねギターと比べてストレートな音っていうかね、マイクも違うし、そっちは優しいピックアップ、おげひん、そうかな。おげひん。すごいトーンがなんかトーンが効きますね。あ、それコンデンサーがちょっとこっちと違うのかな。さんといえばカチッ、このプラグにカッ、これが変わんねえ、これこの間も言って変わんねえっちゅう、これがギブソン、もう一回も変わんねえっちゅう、このカッチッってもう変わんねえ、こっちも一緒だ。いや違う、これ弾かせていただいてありがとうございました。はい、カッチでカッチカッチ、やっぱりギブソンはカッチカッチです。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。See you soon です。バイバイ。カッチしつこいって。終了。ありがとうございます。